まあ、復活を目指すという今シーズンです。いい感じ打ってきました、まあ、センターフライです。もうちょっとね順調になってこれから行ってくれそうな雰囲気は感じるようになっています。中村選手はもう今年も打順が、ね、いい選手がいなかったらやっぱり出塁率高い中村なんかを1番に持っていく、はい、スライダーで空振りです。高めからにフォークでしょうか。西野変化球当てていきます。ショート平沢です。これで2アウトに変わりました。まあ、どちらでもいけそうな、ね、感じでセンターへのからフライです。3アウト、まあ、なんか勝負強さはねこう雰囲気としてはあるやはり牧原。ただここは